前日の晩ご飯。カズさん夜ご飯まで30分、今日は時間がない。早速視聴者さんのアドバイスにあった扉の付け替え、その後はガラスの材料取りに砂取り、撮影中に動画の公開が始まったのでそこのアドバイスを参考にして青い羊を作ってみた。どうやらこの青い羊、木を刈ってもまた青い毛が生えてくるらしい。これを使ってお部屋の中を軽く装飾、また一つおしゃれになった。これからはちょっとおしゃれ男子目指してみようと思う。はい、どうもこんばんは、カズクラです。前回ですね、皆さんのアドバイスの通り、こちらですね、青い羊がついに生まれました。これも皆様のおかげでございます。では早速本日はですね、この裏、ここをですねちょっとなんとかしていきたいなと思います。では早速本日も行ってみましょう。さてね、これ前々から言われてたんですけども、なんとこれハサミでカットできるらしい。いくよ。ほら、このブロックがね、ほら草ブロックが使えるようになるらしい。これをすると、あ、めっちゃいいやんこれ。めっちゃ削れるし、しかもすごい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 、見てくれこれ。おお、しかも、あ、もう草ブロックが64個、めっちゃ溜まっている。あ、これで庭を作っていくのか。ということはこれをここに置けば、あ、おしゃれにできるんだ、こうやって。よし、これでちょっとさりげないおしゃれが完成だな。ここもとりあえず敷き詰めておこう。夜は危ないからね、おねんねだ。さーてね、とりあえずあの木をね、いろいろ伐採しないといけないんだけど、ひどいことになってんな、あれ。あれはね、大量の斧が必要だわ。あれ34個、え、ラップシュ、ラッピー、ラッピース、ラ、ラッピーうわ、地味に使い切ってしまった。チェス取った。ちょっとこれからね、あの羊さんがカラーつけれることが分かったからね、ちょっと羊の毛入れ、羊の毛入れ作ろう。ちょっとね、ここにまずは並べて、しかもシフトをしながらここに押すと、あ、やっぱこの間に置けるんだね、これ。これすんごい無駄な配置しちゃったじゃないか。ありがとう、みんな。いやー、これ伐採大変だわ。やらかしたね。ジブリ化ですよ、ジブリ化、あっちは。な、まずこっから。何やつ、はっ、サビにしてくれるわ。ジャンプ蹴り、ジャンプ蹴り、よし、撃たれてる。はっ、もう避けれるようになったんだ。そこだ。やべやべ、なんかちっこいのもいる。まずいまずいまずいやつや。ここでやられないのが私。よーし、このね、ギリギリを生きる感じがね、いいんだよね。なんか昼間でもううう言ってるね。なんかどうやらあの上にいるね、ゾンちゃんこのジブリの木の中にいるよ、ゾンちゃんは。よーし、うんならね、ちょっと皆さんに教えてもらった裏技をね、ちょっと試してみたいと思います。もうみんな知ってるかな、こういった砂利系はね、この下の方にスワンと落ちてくるでしょ。その時に壊れた瞬間にこの松明を置く、できるか。おおおおおすごい。まずはこの中にある木材をね、カットだな。あった、木材、これ貫通するんだね。あの、どうやら土は貫通して伸びてきてしまうらしい。だからね、どうせなんかやるなら土以外で上を覆った方がいいみたいです。さーて、結構木を買った気もするんだけど、どうなんだろう。もう全部借り切りだかな。あー、やっぱうるさい、うるさいなうるさいな。あれかな、地下の話かもしんないね。この下の話かな。
もしかして。そうそう。あ、いる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 。なんかいる。えい。ちょっとうるさいよ。うるさい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 。ていてい。あら、ここ湧きつぶしが甘かったかな。石炭発見。おお、ポワーンって音する。あ、鉄もあるじゃん。これ最初僕が見逃してたってやつだね。あ、まだまだ鉄あった。わ、来といてよかった。ちょっと石炭少ねえから、ちょっとこういうの買っとく。あらららら、らこんなところにもちょっともらっときますわ。鉄大事ですからね。まだね、この石グッズからね、卒業できない。なんならね、僕、エンチャント、あら、ここにも鉄あるわ。エンチャントやりたいのにさ、ダイヤモンドがね、まだ手に入ってないんだよね。な、今回は何にもなかったということで、な、蓋をしましょう、蓋を。ね、多分結構、おー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 。いる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 。な、鉄の剣の餌食にしてしまおう。はい、ジャンプ切り。あ、消えた消えた。実はですね、もうこれゲーム開始してから30分が経過してるんですね。いやー、ほんとね、上のガラスまで貼りたいと思ったけど、今日これ貼れねえんじゃねえのもう今回はちょっとこのカットだけでやめとこっか。いやー、ネタ切れっていうか、いくらでもやることはあるんだけど、やることがね、ちょっと地味すぎて時間がね、かかっちゃう。いや、まだね、ちょっと容量が分かってねえからね、やるやる言っておきながらね、結局やらないのがカズクラ。キーどこ？キーどこ？いやー、どういう風に木が育ってんのか全然分かんないよ。今日はね、あとは整地していろいろして終わりにしよう。それがいい。な、せめて何にしよう。ちょっと家の中、今ちょっと外のあれ消えるまで綺麗にしとこっか。まずはね、木材の貯蓄で、あ、いっぱいできたね、今回木材が。あとあれだね、鉄鉱石もちょっとねやらないとね。鉄鉱石燃やそう。うわ、いっぱいできてる。いっぱいだいっぱい。ほんで、これも教えてもらったんだ。石炭をだよ、石炭をこうしてこうすると、あ、こっちの方がね、燃焼効率がいいみたいだね。ちょっと石炭ブロック行こう。あ、そんでまだこれも習ったんだ。このガラスをね、どうするんだろう。こうかな、こうかな、こうかな。あ、来た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 。この板ガラスの方が効率がいいってさ。よし、ちょっとこれもね、ちょっとテストしてみよう。この板ガラスがね、天板として使うときはなんかいまいちですよっていう声があったんですけども、ちょっとあっちの方テストしよう。テストテスト。なんでもね、トライアンドエラーが重要でございますよ。こうやってね、自分でいろいろ試すことで覚えていくんです。普通のガラスはね、こういった感じになるんだけども、なんかこの板ガラスだとどうなるんでございましょうか。板ガラス設置してみよう。これどうなってんのこれ。どうなってんのこれ。え、ちょっと待って、よくわかんないこれ。あう。あれ、穴開いてるんじゃねえの。あ、でもこれ使い方によってはだな、ゾンビとか捕まえれるんじゃね、これで。ちょっとなんかこれ面白そうだよね。ちょっとやってみよう。面白いと思ったら即行動だ。鉄シャベルを持って、あとは道具としたら、トラップドアだな。よーし、ちょっとね、観賞用の罠をね、1個作ってみたいと思う。うんなら、どこでもいいや。ここにしようかな、この入り口近くに。ここに掘ろう。どうだろう、深さこんだけあったら十分だな。板ガラスを仕掛けて、
あ、もうちょっと広いスペース必要だった。ウォーキンザデッドになんかこういうのあったよね。こういう仕掛けっていうかさ、ゾンビ鑑賞部屋みたいなさ。あとはここにトラップドアを仕掛けて埋めて、ここに鑑賞用のトラップドアを仕掛けるだけ。オッケーオッケー、来た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 、早くもやってきちゃったね。いいんだよいいんだよ、僕に暴力振っても落ちない。ちょっと待った、こっちだよ。分かってんのか、ちょっとこいつ賢いゾンビかもしんない。せあいあい、志村けんかお前は。ちょっとなかなか難しいな、これに入れるのは。混んで大丈夫かな。さあ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 、いらっしゃいいらっしゃい。こんなに来ちゃったか、こんなにいっぱい、なんかいっぱいいるな。ちょっと待って、これはまずい。このいじめっ子、ヤンキーは群れるとダメだからな。よっしゃよーし、ヤンキーの群れは来い。もういじめっ子は嫌いだよ。はい、大胆にもうこの四隅固めていこう。これだったら落ちるよね、落ちれるよね。やべやべ、登れなくなった。クイちゃん来た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 。あっ、やべ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 、私が落ちた。まずいまずい、ちょっと待って、危ない。あー、惜しい。おい、え、あとはトラップドアを仕掛けて、さーて、なんか今回趣旨が変わってしまってるけども、いた、クリちゃん、あらあらあら、あんたもいた。はっ、ジャンプ切り、うまくなったね。よしよし、クリちゃん、次は爆発させないから。来てくんだされー、来てくんだされー、こっちですよー。やばい、夜が終わる。あ、ラスゾンビ、ちょっと待って、邪魔するな。あー、燃える前に隠れるんだ、この中に。そこ、そっち、もう一歩。あやめてしまった。あと一歩だったのにな。あのクリちゃんでなんとか。こっちだよ。そう。おっ、捕まえた。ちょっと待って、距離的にまだここだと危ないから、鑑賞用ができちゃったの、これ。ついに捕まえてしまった。反応すんの、近くにあるとさ。あっ、ガラスだから反応しない。まあ、ちゃんとはしごも持ってこようっと。あー、これはしごじゃねえし。よーし、いやー、今回の数くらい一体何だったんだろうね。いやー、ほんと地味にね、時間かかっちゃった。もう、あ、1時間半だよ。なんと1時間半も経過しております。ちょっとね、あかま、危ない、いつかほんと殺してしまう。ちょっとね、青いの借りるよ。これ使えばね、将来なんか作れそうだね、この青いのでさ。ただ問題は一つございまして、なんとですよ、全員青色にしちゃったからね。全員青色にしちゃったから、城とかね、いなくなっちゃった。多分羊さんはね、カラーごとでそれぞれ育てた方がいいんだろうね。いやー、まだまだ課題はいっぱいでございます。ではですね、もう次こそお約束しますよ。次はですね、あちらの方
あ、この辺ガラスを全面に敷き詰めたいなと思っております。ほんでまたその次はですね、こっち羊さんをですね、いろんなカラーのやつをどんどん作っていく。だからここの聖地が必要になってくるよね。そうなってくると、わー、なんかいっぱいやることあって、なんか楽しくなってきたな。はい、ではですね、本日はこんなところで終わろうかと思います。いやー、毎度ですね、今回も一体何をしてたかわからないけども、最後までご視聴いただきというか、もう毛生えてるやん。どんだけ生えんだよ。わわ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 。そして皆さんですね、最後まで、ご視聴ありがとうございます。ペコリ。ではね、また次皆さんお会いしましょう。バイバイ。